やっと出来上がりましたね。はい。まあなぜこのジョイントでこう動くっていう発想になったのかなっていうのは、まあ、沖縄のねこの今ずっとやってるレッドモンスター、うん、その赤いか系がその三つ股サルカンを使って重りとエギをつける、それしか選択肢がないぐらいそのドテラ速いし水深も5、60メーターもあるし、この三つ股サルカンのリグはやっぱり上下にすごく動く、しゃくって落としてしゃくって落として止めて、でステイもエギが三つ股サルカンとつながってる部分がフリーなので、この潮に馴染みやすいというか、重りに支配されてない部分があって、あ、なるほどね、ふわふわっと。で沖縄のレッドモンスターのその三つ股流のいいところもあるけど、漁具みたいな感じ、やっぱり仮面進化のかっこよさと繊細さと仕上がり具合をやっぱりいいように何か作れないかなと思って、いろんな僕が、なるほどな、これの発想でこの生めかしく誘えるのと進化がちゃんと一体型になった、まあ別にこれがもうなんかこうなんか生き物のように動くっていうようなイメージは最初は持ってなかった。そうです、結果なんかそういう、そうですね、水中なんかその水槽で横から見たらやっぱりもうすごいこうね、イルカドルフィンみたいな状態で、そうですよね、泳いでたんで、わこれはすごいなって思ったり、これが最初のパターンとしてはこの辺のエンジンですね。そうです、そうですね、これこの辺の形で最初は作りた、これでもうバンバン釣りましたからね、沖縄レッドで。エリア的にもな、沖縄でこれスタートしてるけどだいぶ足運んだもんね。そうですね、ティップランで北九州、じゃあもう金庫湾もそうですけど、やっぱこのエギってやっぱりティップランも完全に対象になっていくエギなんで、仮面進化がつけれないとやっぱりこれ重さ今これ30で、水深が出てくるとどん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 これ難しくなってくるんで、今のこのボート用の仮面進化は全てバッチリこう装着できるようになってるんで、関節がある分、バレにくいという評価もすごく多く聞こえるので、まあ、多分動くからやろうね、完全に固定されるとバレやすくなってくるんだけど、こいつがイカと一緒にこう動いちゃうんで、これ多分イカがかかってからでも割にバレにくいのはその辺があるかもしれない。このクリックオンどう思います？大型のオスにスイッチ入れる傷効果があるんじゃないかなって、ちょっと ねその音だと思いますね。威嚇なのか、そのカチ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 言ってこう近くに来られたら威嚇で行くのか、そうですね、なんかそれちょっとそんな毛があるんじゃないかなって、捕食っていうよりもなんか威嚇でこう威嚇で行ってそうな、このその動きもなんかイラッとして、音もイラッとしてっていうのでがあって威嚇で言ってんのか、それは面白いですけどね。そこに着底したら1回2回、もうこう別に短尺りでもいいんで5回6回上げてあげると、これ多分ドラグ出ながらそのハンドル巻いてるとハンドル1回転まあ70、80、90だったとしたら、まあ3回転で3メーターぐらい上がるな、まあ、10回巻いたら10メーター近く行くなっていうような感覚で巻いてあげて、アクションコストコ取っていろんな方法があります。こうやって巻きちゃくりでこんだけドラグ出てるってことは相当荷重がかかってグンとリールに負荷がかかって、多分短じゃくりと同じぐらい出てますよね。動いてなさそうで動いてる、これをアクション続けてあげて、結構高さ10メーターぐらい上げたりすると割と遠くの範囲のイカがこうわっと見てるんで、アタクションするにはずっと1メーター2メーターそこベタ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 するんじゃなくて、やっぱり時にはバーッ激しい動きで上げてあげたりして、またフリーホールでストーンと落としてあげたりしながら、食わせる場合はそこついたらちょんちょんと 2,3 メーター上げて、ここでちゃんと止めてあげる、その営業をまあちゃんときちっと止めてる時にポンと当たってくるんで、やっぱりエギはある程度安定させる、船が揺れてるけどこの竿先をきちっと安定させるっていうのがすごく大事です。まず止めるときは集中して、それが苦手やったらしゃくり上げてから落としてあげて、ずっとこう落としていってあげるのも、少し荷重かけながら落としていってあげるのもエギを引っ張らないんで抱きやすくなる。
ジョイント多分ね止めなくても俺がこうこうフラ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 こう泳いでくれてるっていうのはなんかこう液がこうなるのとはちょっと違う動きをこう出してくるんじゃないかなと思ってるんで、必死になって止めて、ああ自分だけ食わされへん、なかなかちゃんと止めれてないのかなと思う人なんかは、特にこういう液使ったら人より釣れる可能性ある。やっぱりアオリイカこう尺のも大事ですけど止めるのが大事なんで、食わせる待って、その止めることにこいつはなんか一味また違うこう抱かせるポイントを持ってくるかなというふうに思ってる。そう、まあ開発のね、この僕のレッドの時の段階でもその友達とか女性とか初めての方には使わせてもよくやっぱり釣れたんですよ、うん、釣れるんですよ。それはその僕らみたいにこうやってパシパシって綺麗にね、キレがよくできなくても こうやってゆっくりこうやってやってれば釣れるよっていう感じで釣れてるんですよ。やっぱりその時に大きいアクション、ゆったりとした大きいアクションでもその落ちていってスパンって関節から生まれるこの初速も多分大きいだろうし、この音も鳴りやすいんじゃないですかね。僕の中ですごい釣れるエギだなっていう認識があったって、あとはなんかこう面白いよね、やっぱね、その今までにないものじゃないですか。しかもやっぱエギングってもだん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 こう新しい、やっぱこう突拍子もないものってなかなかもう出てこなくなってるんで、うん、そういう意味でもこういうなんかこう今までにこう使ったことがないような、うん、ワクワクするようなものっていうのはすごい釣り人にとっても面白い道具になるんじゃないかなと思うんですよね。これからこう市場にこう出てくることでたくさんの人がまだこれ使い出すと思うんですよね。そうしたら多分この使い手がまた新しいこうやった方がいいですよとか、いやもうこのエギやったらこう使いますよっていう人が出てきてくれると思うんで、どん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 これはやっぱ新しいその使い方を自らいろいろ考えて、そうですね、アングラーの手で育てていってもらったらすごいですね。僕らも嬉しいしね、はい。